おはようございます。7月5日月曜日です。今日は当地は曇って湿気がすごいです。簡易型のケースこんな感じ見えるかな。はい、今日の新聞コラムの音読を行います。その前に新聞を見たいと思います。熱海の土石流盛り土影響かと出ています。都議選、東京都の都議選がありまして、結果はこのように、自民自公45、都民ファースト30、立憲民主党共産党が28です。藤井棋聖、初心に戻り前へ。大相撲が始まっております。白鵬白星発進。では新聞コラムの音読を行います。その前、新聞、産経名の表題は次のように決めました。強くなることで新しい風景を見たい。藤井棋聖、藤井さんのことが書いてあります。では新聞産経名の音読を行います。いつの世も角を立てずにお偉いがと肩をもてなすのは難しい。居酒屋で宴会一つ開くにしても、上座をどこに据えるかは下の者にとって苦の種になる。立川談志さんはそんなその点気の利く上司だった。どこでもいい、俺が座ったところが上座だ。落語会の打ち上げで右往左往のスタッフをたしなめたという。高田文雄著、ご承諾ください。席次の上下では将棋の羽生善治九段も19歳で初タイトルの竜王を王手にしてから苦労した。先輩の顔を立てて下座につくか、称号を持つ者として上座を占めるか、課長から重役になるような一数の出世だったが、居心地の悪さを感じながら見事に1年で失官。ほっとした。意外な所感を残している。かつて中原誠や米長邦夫ら大御所に暗い負けせず渡り合い、新人類と形容された羽生さんでさえ最初の一歩はそうだった。17歳での初タイトルから1年、所持大人びたこの青年が先輩棋士を差し置いて占める神座に身を縮めたという話は聞かない。藤井聡太棋聖である。初の防衛戦となった棋聖戦五番勝負では、挑戦者の渡辺三冠、名人、棋王、王将のを横綱相撲の3連敗で退けた。棋士はタイトルを守って一人前だそうだが、同世代の人と比べても経験で藤井棋聖を上回る人はいまい。対局のたびにカメラを向けられ、
騒がれることへの耐性もある。万丈没我の背中や各界著名人との対談に臨む横顔に漂うのは第一人者としての威風だろう。初発防衛で最高段位の九段となった今も強くなることで新しい風景を見たいが望みだとか。その目には石字の上下ではなく次の高みしか映っていない。まだ強くなるのですか。藤井君がより遠い存在になるようで寂しくもある。令和3年7月5日月曜日、三景廟の音読を終わります。藤井さんすごいですね。もっともっと頑張って AI を任して、 AI 将棋を任してほしいと思います。では次、コロナ尖閣といきます。世界のコロナウイルス感染者が多い国はこのようになっております。台湾の蔡総統がツイートしております。熱海の土石流に援助を用意しているということです。フィリピン軍のフィリピンの空軍機が墜落して45名が亡くなったという記事です。事故機は着陸を試みたが滑走路から外れて空港から数キロの地点に墜落した。何かあったんでしょうかね。国内のコロナの大阪88人か。治療解除後再び陽性に、ウガンダ選手団1人、セルビア選手団1人の陽性判明。五輪合宿で羽田到着。では次、尖閣。尖閣の記事はちょっと横に細長いので2つ。尖閣周辺に中国公船140日連続、海警局の船4艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。確認されるのは142日連続です。最長の連続日数を更新しております。以上です。ありがとうございました。またねー。